本日のメインイベントタッグマッチ60分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより山田俊夫、井上貴子組の入場です。60分一本勝負を行います。青コーナー155パンス、井上貴子。同じく 3AA 世界タッグチャンピオン150パンス、山田俊夫。赤コーナーオールパシックチャンピオン175パンス、井上京子。同じく 3AA 世界タッグ並びに IWA 世界女子チャンピオン150パンス、トヨタマナミ。レフェリー村山大地。ということで本日のメインイベントは60分一本戦勝負、はい、タッグマッチ山田俊夫、井上貴子組対トヨタマナミ、井上京子組。山田と、タカ子のチーム、はい、トヨタと京子のチームですから、はい、あんまりちょっと見慣れないん で、 そうです、ね、トヨタと京子がチームで山田と貴子がチームだとよく覚えておきましょう。はい、なんか見間違っちゃいますよね。山田とトヨタが来るのって当たり前だし、あのダブルノベっていうのすごく多いですから、はい、待て待てって言ってる。もういいよだってどうなんでしょうね、こんだけあの名イベンター上がってくる選手が多いとですね、はい、山田あたりは危機感を感じてるんでしょうかね。山田ですか、ええ、そうですかね、何でですか、分かんない。でもやはり、まあ、あの下田美田組のね、ハイグレードもありましたしね、このままうかうか、まあ、3AA チャンピオンではありますけれども、あぐらをかいてはいられないと。早くもこちらも、あ、すごい。何かこのみんな自慢式のダイブっていうのは、三田下田組はこうフォローってやるんですけれども、トヨタ自分で立っちゃいますからね。自分で一飛びしますからね。あの京子トヨタ組みたいな天才タッグなんじゃないですか。そうですね、はっきり言って、うん、2人合わせて技の数にしたらどのぐらいあるんですかね。何でもできるんじゃないですか。これだけ見るのも楽しみなこの一戦ですけれども、またここ数ヶ月でトヨタってレスラーとして明るくなった感じ、すごい変わったんですよ、なんでかわからないんですけども、楽しく試合してるっていうのが、そうですね、表情が明るくなったですよね。やっぱりこのランニングドロップキックのスピードっていうか切れ味っていうのは群抜いてますね。
今日もいっぱいこうドロップキックを見ましたけれどもね、また美しい技をよくやるんですよね、うん、まあ飛翔天女という言葉がぴったりくるこのトヨタ山田選手の場合はやっぱ数打たないといけないんですよね、剣でもなんでもね、一発で決まらないですからね、やっぱむちゃくちゃな蹴りがいいんでしょうねがむしゃらなね、うん、あっあーかーどうしたの、猿も木から落ちるみたいなやつですか、一度入れてくださいトップでね、あ、これも好きなんですよ、ね、顔面これ美味しいですよ、いいよね、顔にねで、ちゃんと4方向お客さんに見せてからね、あ、そして今日この目の前で顔に蹴りってきますよ ね、 ねあ、すごいこうな、トヨタあたりだと、ね、うん、精神的ダメージの方が大きいかもしれないですね、これ僕の知り合いで小学校5年生で高子の大学生がいるんですよ、はい、どうしてって言ったらヤンキーみたいなかっこいいいじめっ子風ですか、うん、そういう風に見ちゃうんじゃないですかやっぱり、うん、井上高子選手も割と技で見せるレスラーじゃなくて、うん、やり方で見せるレスラーですよね、どっちかというと、うん、そういう意味ではこの高子対トヨタってのはまたいろんな意味でこう楽しみ方がありますよね、楽しみでやってほしいですね、すごく楽しかったんで、楽しいっていうか、ええ、なんかやっぱ山さんってすごい、ええ、本当にバリバリのデビューじゃないですか、ええ、全然悪いことしないみたいな、ええ、結構先生堂々だから、ええ、結構一人でもなんていうの、際どいやつ入っちゃうと薄れちゃうっていうかさ、そうですね、うん、ただ山田選手もあんまり新しいもん見せてくれないっていうかね、うん、そう、あっ、ね、リング上がった時に、はい、山田さんはなんかこうなんていうの、貴公子みたいな感じ、なんかすごいさ、そうですね、本当に青春派じゃないけどそんな感じがしたんだよね、顔つきはね、うん、本当に、さあ逆エビ固めをビジに締め上げていく、トヨタの場合あのぐらい曲げないと効かないですからね、この人の場合は、で膝、最近この膝をガーンってマットに打ちつけるのよくやりますから、2人でね、ダブルの方が痛いんでしょ、やっぱり痛いんですよ結構流行ってるんですね、流行ってますよね、今日何回か出ました、ウルさんも膝はやっぱり長年やってますから痛い方ですか、そうですね、かっこいい、痛いよ、この辺りはトヨタね、華麗な技ばかりはありません、トヨタマナミ、うわっ、いやー、もう怒ったぞ、すごいね、鼻が膨らまして蹴るからね、どんどん投げっぱなしであります、山田孝子はあの2人あんまりタッグ組む機会ないんですかね、割と様子見にタッグしてますよね、